まさか初手でこれほどうまくいくとは。天魔だ。来い犬ども。貴様ごとき野良猫、こいつらで十分だ。さて、尋問と行こう。鍵はどこだ？そうか。うんぷてんぷというが、今日の私はよほど天運に恵まれているらしい。ここで野良猫と出会うということは、そういうことだ。貴様、鍵など持ってはいないな。ここに来る理由は何だ？魔物の補充か？そんなことはない。貴様は狩猟者だ。ではここに鍵が隠してあるか？それもない。この空間はすでに調査済みだ。ならば一つ、貴様は我々を欺くおとりで、鍵はまだ見つかっていない。そういう結論に。コタロー、逃げてください。そうだ、逃げろ。こいつやべえって。逃すと思うか？貴様は知りすぎて、生かしておくと厄介だ。
さんざ引っかき回してくれたお礼もせねばなるまい。下にいるのは最強のお嬢さんか？残念だが、ここで歓喜の方は使えまい。左遷と言っている。行け犬ども。来たこっちだ。できたぞ。そうだな、その何やら妙なものを飼っているようだが、どうやらなかなかのアドバイザーのようだな。ふん、野良猫と思って甘く見すぎたか。教えておいてやるが、逃げたところであの魔物使いはしばらくここから出られまいよ。大したことではない。ただ少々もう一つ教えてやろう。出口はこの私の真後ろだ。やる？何をだ？そこの妙なものが言った通りだ。私と対峙すれば貴様にあるのは絶対的な死のみだ。笑えん冗談だ。よかろう、見せてやろう。貴様にとって絶望しかない現実をな。言ってる場合じゃねえ。期待して巻いた方がまだ遅い。来い、クリボイログ。その通り。ガイア内でも重要研究一区事項扱い。目撃されていれば古代には神話となったであろう魔物よ。どうした野良猫？だがそれでは困る。貴様には選ぶ権利を与えてやりたいのでな。選択肢だ。
叩き潰されて一瞬で死ぬか、くびり殺され少しでも長くこの世の生を感じるか、こいつに食われてみるか。逃すと思うのか？抵抗するならするがいい、逃げるなら逃げるがいい。ただ もはや貴様は行くことも引くこともかなわん。叩き潰してやろう。大工などできんよ。完全に叩き潰してくれる。もはや貴様は行くことも引くこともかなわん。小細工などできんよ。完全に叩き潰してくれる。逃げられると思うのか？追いついてしまうぞ。圧倒的である。踏みつぶしてくれる。おとなしくしていろ。
下がれ。貴様、何をするつもりだ。私は無計画だが、目の前の事象については慎重派だ。総合的に貴様の実力を判断し、すでに勝ちは決まっているのだ。クリボイ力引きちぎれ。こしゃくな野良猫だ。逃さんと言ったはずだ。クリボイログ。おい、大丈夫かよ。Thank you.
館の外だぜ。ここなら全力で逃げられるな。家までダッシュで行けるか。逃さんと言っている。どこへ行った野良猫。そこか。何かと思えばクリボイログの口角は戦車砲の一撃をたやすく弾くほどに堅陣だ。その気になれば核の一撃にすら耐えてみせよう。いかんいかん。それほどいたぶられては反撃せねばなるまい。クリボイログ。どうした？もう諦めたか？どうした？とうとう覚悟を決めたか？お前はその結果を知っている。だから、だからこれまで生きてきた人じゃ、人じゃ。
あがくのは終わりか？本当に覚悟を決めたか？一つ聞かせろ。なぜ貴様、私本体を狙わない？ふざけている。それが貴様の死の要因だ。いいだろう。蹂躙しろ、クリボイログ。まだあがくか。こしゃくな真似を。小賢しい、実に小賢しい所業である。そうか、腹が弱いとでも思ったか。甲虫の類も同様だからな。いい表情だ。人は皆絶対的な死を前にした瞬間その表情をする。私はその瞬間、なんとも高骨とした気分になる。だが、その屈辱と恐怖を な。クリボイログ！救いがたい、貴様。死や恐怖が物語のな。私はそういう国で過ごしてきた。目の死は日常だった。そして今も死が日常と。貴様のようにのうのうと平和ボケして生きてきた人間とは。機関銃を突きつけられたことがあるか。あの世で英霊様方に聞くがいい。叩きつけろ。さすがにそろそろ抵抗もできん。貴様、自分が死なないとでも思って。なぜ向き直る。なぜクリボイログを睨む。まあ、どの道これで最後だ。その程度で我々の世界に踏み込んだことをあの世で後悔するがいい。やれ、クリボイログ。
てくれたな。今のが貴様の最後の手か。まだ手を残しているとすればそれは驚きだが、貴様は今の一手が万に一つ手に入れた最大の勝機だったはず。何千何万分に一つの勝機を逃したのだ。つまりチェックメイトだという。あれはクリボイログ、避けろ。間に合わん、防げ。最強の魔物。テンマ。ミド。やられたか。なぜだ。クリボイログはまだ生きている。傷を癒すためにお前の命を吸い尽くしたんだろうよ。バカが、常日頃無茶ばかりしていたせいだ。ミド、受け取れ。てめえ、受け取った、お前の記憶。ああ、どうした。見ちゃいらんねえからだよ、てめえのボロクジになった姿。本能だ。人が長年見てきたものを憐れむのは。お前がそんな情を持つようになったのはいつだ。あったな。てめえは俺を身を挺して守ってくれた。あのクリボイログのおかげだとは後で知ったがな。だがそうじゃねえ。初めてこの国に来た時、お前が鼻炎や花粉症ってやつか、心底ありがたいと思った。今さらだ。ああ、お別れだ。アバよ。やってくれたな、小僧。いや、クリボイログをやったのは最強の魔物様か。どうした？
何をほうけて嫌がる天魔のことか。この国では仮装が一般的かと思ったが、てめえはそうじゃねえ。仲間？確かにこいつは仲間だった。だからなんだ。平和な世界から一転、覚悟しておきな。幾度もだ。俺とてめえが敵同士になったってことは、そういうことさ。いいだろう。今は引こうじゃねえか、野良猫。てめえは俺が個人的にも殺す。街中でも気をつけな。せいぜいそのボロクズみたいな体を直しておくこった。の近くで伸びてましたけど、すぐに起きましたわ。なんだよ、人が気持ちよく寝てりゃ。投げといてまいいさってひどくね。生きていましたか、よかったですね。千早さん、窒息死させるのは結構ですが、その後はどうしようとお考え。当然です。小太郎が一人であんな魔物使いと戦うなんて。すごくないです、こんなに怪我して。いえ、与太郎君にしてはよくやった方かと思いますが。はい、そうです。はい、私です。あそこまで楽に勝てたのは、与太郎君が苦労して弱らせてくれたおかげですよ。とりあえず今はゆっくりと静養することですね。では
何か食べたくなったら下へどうぞ。じゃあ俺も戻って寝るか。小太郎さん、ゆっくりなさってくださいませ。包帯結び直してあげます。これ、そう簡単には壊れないんですよ。ちょっと違うんですけど、昨夜と契約したおまけみたいなものです。魔物と契約をした場合、使い手と魔物の間にはエネルギーのやり取りとかつながりができるんですけど、昨夜はそういう魔物なのかもしれません。契約者を守ってくれる、そんな能力ですから相当強力なはずです。小太郎、これが壊れるくらいの敵相手にして怖くなかったんですか？死んじゃいますよ。なのになんで。はい、それは聞きましたけど、なんでそうなのかってことです。能力者たちとは、でもそれも昨夜に頼ってただけです。はいはい、ないです。話したことありませんでしたっけ。
そうですっけ。それはいいですけど、そのコタロあんまり変わらないですね。告白してきた。いえ、すみません。やっぱり今のままがいいです。じゃあ、ちょっとお話ししましょう。どんなです？多分お父さんはそういうのを作ってたんだと思います。そういうのなら見たことありますから。どういう両親だったのか、実を言うとよくわかりません。いい両親だったのか悪かったのか、実を言うとよく覚えてませんから。でもなんとなくですけど、一緒にご飯食べるのが楽しかったような。そうですか。敵対する組織はガーディアンと呼んでいるらしいです。私たちの村、パワースポットは空間の中にあったから、表沙汰には一切なりません。お父さんがどんな魔物を作ってたのか知りませんが、パワースポットを潰すことがガーディアンの目的だったの。そう、あれから家には帰れなくなっちゃいましたし、知ってお父さんが恐ろしいものを作ろうとしてたとか。はじめまして、私の主。これからは私があなたを守ります。それで私は気を失ってしまったみたいで、気がついた時はガイアの保護施設の中でした。それから私はそこでガイアの魔物使いとして生きることになりました。もう住んでたところも帰れなくなって、それしかなかったから。小太郎？もう平気ですから、そんなに悲しい顔しなくても。あ、
聞いて、小太郎どう思いました？小太郎、ガイアに入らないんですよね？私、やめちゃおうかな。小太郎、いつもふざけてばっかですけど、こういう時、そういう顔してる小太郎は好きです。その、なんていうのか、でも別にいつもそういう顔してるとちょっと困ります。だからあんまり気にしないでください。ところで、ちょっといいですか？実は昨日からあんまり寝てなくて、話しすぎて眠くなってきました。